大海鉄道 LE10 系機動車は、大海鉄道が使用していた内燃動車である。大海鉄道の路線は全線直流電化であるが、電力供給のコストを削減するため内燃動車を投入することとなり、それに伴い5両が製造された。富士重工業が開発した LE カリーの12メートル級二軸車で、富士重工が製造するバスの車体、 および日産ディーゼル製のバス用エンジンを流用し、コストを抑えたものである。同様の工法で1984年に製造された名古屋鉄道機波重型などと、車内仕様は同じであるが、大型バス用の 230PS エンジンを搭載しており、180PS の中型バス用エンジンを使用した、名鉄機波重型より出力が高い。またエンジン直結式の冷房装置を、 搭載していたので、大見鉄道としては、初の冷房車となった。1986年、関山線区の本線木深駅妖怪市駅間で、使用を開始したが、ラッシュ時の旅客収容能力が低いため早々に2両編成での運用となり、コスト削減という名目は薄れた。また、バスの構造を応用した外販の薄い、軽量車体ゆえに老朽化が予想よりも早く、 進行したことが問題となり、結局1996年に運用から外された。その後は、車席を保持したまま、彦根工場内で旧車となっていたが、2004年7月1日付で全車が廃車された。その後11.12と14.15は解体処分となり、13のみが解体を免れて、彦根車庫に留置されていた。彦根駅構内に、 大見鉄道ミュージアムが開業してからはそこで保存、展示されていたが、老朽化が進み、2012年に解体された。入線時には、車体が軽量すぎて、レール表面の錆が取れず、信号電流の通電が不良となり、踏切警報器が作動しないことがあったと言われる。寺田雄一、私鉄機動車30年、JTB パブリッシング、2006年。 ISBN4-53306-5325 当時の大見鉄道はレールバス導入に関して日の駅に給油機能を備えた車庫を新設したが結果的20年で使用目的を失った。ありがとうございます。